ニコラ・ブーチェビッチは、モンテネグロのプロバスケットボール選手。スイス連邦防州モルジュ軍モルジュ出身。NBA のシカゴブルズに所属している。ポジションはセンター。ニコラ・ブゼビッチと表記されることもある。父親のボリスラフ・ブーチェビッチは、KK ボスナに所属した1979年には、欧州チャンピオンズカップで優勝。さらに、ユーゴスラビア代表にもなったバスケット。 ブーチビッチがティーンエイジャーの時、一家はモンテネグロに移った。高校の3年次の10月にカリフォルニア州のシミバレーの学校にモンテネグロから加入、平均18得点、12リバウンドを上げた。高校卒業後は USC に進学した。1年次には NCWA によるアマチュア資格の審査により、シーズン最初の8試合を欠場した。 この年先発三試合を含む二十三試合に出場し平均二点六得点二点七リバウンドの成績であった。デビュー戦となった二千八年十二月十五日のペパーダイン大学戦では六分間の出場で二得点二ブロックショット二リバウンドを上げた。二千九年一月二十四日のワシントン州立大学戦で初先発八得点五リバウンドを上げ、 チームは46から44で勝利した。同年2月9日の UCLA 戦でも8得点を挙げた。2月19日のワシントン州立大学戦で2度目の先発出場を果たした。3月5日のオレゴン大学戦では自己ベストの7リバウンドを挙げた。3月22日のミシガン州立大学との NCWA トーナメント2回戦では6得点。 4リバウンドを上げたがチームは敗れた。この年 FG 成功率は57.8%であった。2年次にはチームで2番目の10.4得点、トップの9.7リバウンドを上げた。この年彼はカンファレンストップの283リバウンドを上げ、オフェンスリバウンドを1試合あたり6.3回拾った。ブロックショットでも39回とカンファレンス4位 FG 成功率は50.4%で、チームトップ、カンファレンスでも7位の成績で、カンファレンスのミップに選ばれた。全30試合に先発出場した、彼は USC の2年生としては、大学史上歴代2位のブロック、歴代3位のリバウンドを上げ、ダブルダブルを10回記録した。2009年11月17日の、 カリフォルニア大学リバーサイドコートの開幕戦では18得点8リバウンドといずれも自己ベストを記録した。11月21日のロヨラメリーマウント大学戦では19得点11リバウンド、12月3日のテキサス大学戦では18得点14リバウンドを上げた。2010年1月16日の UCLA 戦ではシュート12本中9本を決めて、 19得点、後半だけで17得点を挙げた。3年時には、オール PAC10 ファーストチーム、FOX ス,スポーツより、オールアメリカンのフォースチームに選ばれた。2011年3月、4年時に進学せずに、アーリーエントリーすることを表明した。NBADRAFT.net は、彼の指名順位を23位と予想した。 2011年の NBA ドラフト一巡全体16位でフィラデルフィアセブンティ・シクサーズに指名された。NBA シーズンがロックアウト中はモンテネグロの経験部ドゥチノストッポドゴリツァでプレーした。同年12月9日、シクサーズと契約を結んだ。2012年2月4日のアトランタホークス戦では自己ベストの15得点を挙げた。2012年8月10日、 ドワイト・ハワード・ガラミのロサンゼルス・レイカーズ、デンバー・ナゲッツなどを含んだ4チーム間の大型トレードでオーランド・マジックに移籍。マジック移籍後は主軸として活躍。2014年10月23日にはマジックと4年5300万ドルで延長契約を結んだ。2015年11月11日のロサンゼルス・レイカーズ戦では99から99の 同点で迎えた第4クォーター残り数秒の場面から決勝のブザービーターショットを決めた。2017年12月9日のアトランタホークス戦で自身初のトリプルダブルを記録した。2018から19シーズンには自身最高の成績を残しチームを7年ぶりのプレイオフ進出に導いた。またオールスターゲームにも初出場を果たした。シーズン終了後、 FA となったが、マジックと4年1億ドルで再契約した。2021年3月25日に、ウェンデル・カーター・ジュニア、オット・ポーター・ジュニア、2つのドラフト1巡目指名権とのトレードで、アルファルーク・アミヌと共にシカゴ・ブルズへ移籍した。ありがとうございます。